いや、その前にアイスが、というわけで先にお芋からいただきます。日常運動の食歌日記にようこそ。さて本日はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちら最近に地元にできた和み庵というお店にやってまいりました。どうもこちらはこのようにさつまいもを使った甘みの専門店みたいですね。なのであさつまいも甘み大好きなのでとっても気になります。はい、それではまずはサンデーが来ましたね。この細長いお芋も美味しそうです。まだまだ来ますよ。でも待ってたらアイスは間違いなく溶けるので、もうこのままいただきますね。それではでは、まずこの細長いお芋からいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。次はかき氷が来たんですけど、ちょっとお皿持った瞬間に崩れちゃいました。本当はこの上に美味しそうなお芋が乗ってたんですけどね。でもまあ売ってても仕方ないので気を取り直していただきます。またこれたちにさつまいもチップスありますね。ではそうこうしている間にミツポテトが来ました。あ、これは大学芋とはまた違うのかな。トロトロした水が色が入って美味しそうです。ではいただきます。そうこうした間にプリンが来ましたね。これ瓶詰めなんだ。お店の中で瓶詰めって結構珍しい気がする。ではおっととろとろ系ですね。いただきます。はい、続きましてはミニタルトなんですけど、なんでクリームがミントを添えて別添え、ちょっと突っ込みたいですね。でもいい焦げ目で美味しそうです。ではいただきます。ここでお芋のアイスの巣が来ましたね。うわ、これは温度差を感じられそうですね。では木のスプーンが、いや、その前にアイスが、というわけで先にお芋からいただきます。先ほどの今まで食べてきたチップスの単品が来ましたけど、なんか雰囲気違うな。なんだろう、蜜と何か変わってるような、そういう風に見えますね。ではいただきます。はい、最後締めくくるはアイスクリーム。まずはほうじ茶からいただきます。一口にさつまいもの甘味といっても本当にいろんな味わいがあるんですね。奥深さを思い知りました。特にまさかさつまいものさつまいもの二重層であそこまで美味しいとは。あ、最後に食べてるアイスクリームもどれも良かったですよ。ほうじ茶香ばしいですしね。はい、まずこれが本来の姿のかき氷なんですが、さつまいものあんとふわふわの氷がよく合ってとても美味しかったんですが、ちょっとあんが少なかったのが残念でした。もうちょっとあんがないけど、氷ばかり食べることだったのがそこはな気もしました。でも美味しかったですね。で、これちょっとお皿がもう下げられているので、こちらの写真から解説していきます。はい、まずこちらのお芋のアイスのせばスイートポテトの濃度ある甘さのボートの上にアイスクリームが乗っており、その強さとギャップがあって美味しかったです。お芋アイスにしましたがバニラでも美味しかったと思いますね。で、そのバニラアイスはさっぱりとした牛乳の味があって美味しかったです。で、こちらのさつまいもチップスは単品で頼むと蜜がかかっていて、それ以外のものについているものはそのままでしたね。それ以外のものについているものについては塩気のみで勝負していて、蜜がかかるとちょっとそこに甘さが入って振り幅が出てまた美味しかったですし、パリパリもしてましたね。で、下の方にはちょっとしっとりした部分もあって、それもまた良かったです。はい、次こちらのサンデー、これはお芋アイスとバニラアイス、蜜芋、チップス、コーンフレークが乗っていて、これだけでいろいろ楽しめたなっていうのに後で気づいたのがちょっと後悔した部分もありますね。でも美味しかったです。で、その蜜芋はカリカリとした食感のさつまいもに程よい甘さの蜜がうまく絡んでいて、またこれも美味しかったです。そしてこちらのタルト、タルトはさっくりとした生地のがほろほろと崩れていて、そこに芋あんの甘さがちょうどいい感じで広がってきて、これも美味しかったです。で、こちらのさつまいもプリンはトロトロとしたプリンとさつまいもの甘さがまたこれまたよく合っていましたね。うん、一番プリンはどちらかというと硬めの方が好きなのですが、トロトロとしてるのも捨てがたいなと思いました。でもこの中だと自分は一番やっぱりこのさつまいもの背が一番美味しかったので、これを代表としてこちらも点数させていただきます。
和み味さん、店内の木が中心となった落ち着いた雰囲気ですので、皆さんもぜひ来て来られてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。